こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では短パンというテーマでお話をしてみたいと思います。結構ですね、皆さんから短パンについて解説をしてもらいたいというリクエストをいただいていました。まあ今動画を撮ってるのはですね、6月の初旬、まだ梅雨入りしていないので結構暑いんですね。最近は5月と6月、まあ途中から梅雨入りしてしまいますけども、6、7もやっぱりジメジメして暑いですよね。そして夏本番の8月、9月まで暑いので、結構このような季節には僕自身はですね、短パンで過ごすことが圧倒的に多いんですね。やっぱりなんだかんだでロング丈のパンツよりも短パンの方が涼しいじゃないですか。ですので快適さで言ったら短パンに勝るものはないと思うんですよね。ですのでこの短パンというものを上手に活用できたらいいなと感じている男性は多いのかなと思っています。ただ短パンにもメリットとデメリットがあるわけですね。まあ、圧倒的なメリットは涼しいということなんですが、デメリットはですね、子供っぽく見えてしまうですとか、カジュアルに見えすぎてしまうというところなのかなと思っています。まあ、どんなアイテムにもメリットとデメリットがありますので、まあ、あくまでメリットの部分を大切にしながら、デメリットをいかにですね、調整していくのか、バランスをとっていくのかが大切かなと思っています。短パンに関しても、子供っぽく見えてしまう、カジュアルに見えてしまうというところをですね、うまくコーディネートでカバーしてあげれば、十分にですね、素敵に見せることができるかなと思いますので、今回は短パンについてお話をしてみたいと思っています。まあ、早速なんですが、僕たち30代、40代の大人の男性は、どんな短パンを選べばいいのか、ここについてお話をしたいなと思ってるんですが、大切なポイントがいくつかあるんですね。まず一番大切なのは丈の長さなんですね。この長さ次第で短パンがですね、おしゃれに見えるのか、一方でだらしなく見えるのかが大きく分かれるところなのかなと思っています。まあ、正解から言うと、短パンの丈の長さはまずは膝の位置を確認していただきたいんですね。膝の中心からだいたい5、6センチぐらい短いぐらい、これぐらいが短パンの丈の長さとしては良いかなと思っています。ちょっと画像を出しておきますので、こちらを参考にしていただきたいんですね。結構ですね、短パンを履くときに中途半端な丈のものを選んでいる方が多いんですね。肌の見える分量が少なくなるとですね、微妙な足の長さに見えるんですね。ですので短パンを履くときには少なくともですね、膝よりも上のものを選んでいただきたいんですね。一方で短すぎる丈というのも女性からの印象があまり良くないんですね。これは結構難しいところで、ファッションが好きな方は丈短めの短パンを履くことが多いんですね。僕自身もそうで、実はちょっと短めの方がバランスがいいなと思ってるんですね。先ほど僕は膝位置から5センチ前後がいいですよと言いましたが、だいたいそれぐらいの位置の短パンは結構多いんですよ。僕はそこからですね、1センチから 1.5 センチぐらい短くして、足さばきを良くしたいですとか、もうちょっとこの間雰囲気に見せたいなというふうに調整をすることがあるんですね。ただ一般的にですね、女性からの印象をある程度意識するのであれば、膝上5センチ以内に収めておいた方がバランスはいいのかなと思っています。まあ、写真を出しますが、僕ぐらいの短さだとちょっとギリギリかなと思いますので、これよりもですね、1センチから 1.5 センチ長いぐらいがおすすめかなと思っています。そして続いて2つ目のポイントなんですが、短パンのですね、太さ、これもすごく重要かなと思っています。数年前まではやっぱりタイトシルエットが全盛だったので、ショートパンツもですね、結構細身のものが多かったんですね。僕がですね、よくスタイリングの時に使っているイタリアのパンツ専業ブランドのものも結構細身のものが多くて、それはそれで大人っぽくてかっこいいんですが、今の全体的な雰囲気からするとちょっとゆとりがあった方が時代感には合ってるかなというふうに思います。こちらも写真を見ながら参考にしていただきたいんですが、両脇にですね、少し空間ができるぐらいが良いかなと思っています。まあ、このようにですね、丈の長さとフィット感がすごく重要になってくるわけですね。あとですね、忘れちゃいけないのは色選びなんですね。まあ、ショートパンツにもいろんなカラーがありますよね。特にユニクロに行くとカラーバリエーションってめちゃくちゃ多いと思うんですよ。じゃあこの中からまずはどれを選ぶべきなのかというところなんですが、まず鉄板なのはネイビーですとかブラックのような濃い色のショートパンツなんですね。これはなぜかというと、ショートパンツというのはもともとカジュアルなアイテムなんですね。ですのでそこで色まで遊んでしまうとカジュアルになりすぎてしまうんですね。鮮やかなブルーですとか様々な選択肢がありますが、まずは一番シュッとして見える、一番きれいめに見えるブラックですとかネイビーのような濃い色を選んでみると大人っぽくまとまりやすいかなと思っています。
僕もですね、今まで様々なショートパンツを買ってきたんですが、大体がネイビーかブラックのどちらかに収まっていますね。このどちらかを選んでおけば全体のコーディネートもしやすいので、まず皆さん短パンを買うとしたらですね、この2色どちらかを選んだ方がいいのかなと思っています。そしてブラックですとかネイビーのような基本的なショートパンツが揃ったら、その次に買うべき色というのは、僕はですね、結構カーキだとかオリーブと呼ばれるような色が使いやすいかなと思っています。このような色というのはちょっと男臭くてミリタリーっぽいイメージがある色なんですが、うまく使えるとですね、人との違いが明確に出るので、おしゃれに見えやすいかなと思っています。まあ、おしゃれな方というのは結構カーキオリーブというのを使うのが上手なので、ぜひ2色目の色としてはこういったものを選んでいただきたいなと思っています。具体的なコーディネートの方法については後ほど解説したいと思いますので、そちらを参考にしていただきたいと思っています。今回はですね、僕の私物のショートパンツを持ってきたので皆さんにご紹介したいなと思っています。はい、僕の私物はですね、こちらの2本になりますね。まあ、先ほどお伝えした丈の長さですとか太さのバランスがいいものといったら、もう間違いないのがこのグラミチというブランドなんですね。こちらはショートパンツが大得意のブランドで、僕も長年愛用しているブランドになります。そもそもですね、僕は短パンって好きじゃなかったんですね。どうしてもカジュアルに見えすぎてしまいますし、大人っぽく見えないのでずっと敬遠していたんですが、まあ、ファッションの専門家を名乗るからにはですね、やっぱり短パンというものにもトライをしてみようかなと思って、10年ぐらい前ですかね、僕が購入したのがグラミチのショートパンツでした。毎年少しずつ変化はあるんですが、基本的な大枠のデザインは変わらないですね。丈の長さもちょうどいいですし、フィット感というのも決してタイトすぎないので、すごく使いやすいのがこのグラミチのショートパンツかなと思っています。価格はですね、正直そんなに安くなくて1万円を超えるんですが、まあ、真夏のショートパンツなんて正直2本ぐらいあれば十分なので、ぜひ皆さんにはですね、ちょっと背伸びをしてグラミチのショートパンツを揃えていただきたいなと思っています。まあ、先ほどもお伝えしましたが、僕自身はですね、少しだけ丈が短い方が好きなので、長さの調整をしてあるんですね。一般的に僕が推奨する長さよりはだいたい 1.5 センチぐらい短くなっていますが、まあ、ファッションが好きな方だとか、なるべく軽快におしゃれを楽しみたい方はやや短めにしてもですね、意外とバランスが取りやすいかなと思います。その際にはですね、女子受けよりもですね、自己満足の方を優先しているという自覚は持っておいた方がいいかなと思っています。僕は女性受けよりも自分自身の満足度を高めたいので、やや短めで履いていますので、参考にしていただけたらなと思っています。ここ数年はこちらのブラックを愛用していたんですが、今年はですね、ちょっと雰囲気を変えたいなと思って、このようなですね、オリーブ色を購入しました。まあ、サイドにポケットがついていて、ちょっとミリタリーっぽいテイストが強いんですが、意外と白ニットですとかブラックの T シャツなんかに合うので、重宝しているアイテムになります。そしてこの2本がですね、僕のショートパンツの定番ではあるんですが、僕が部屋着的に一番よく使っているショートパンツもご紹介したいんですが、こちらですね、めちゃくちゃ使い込んでいるので下手っていますが、こちらはですね、ノースフェイスのショートパンツになりますね。これがですね、めちゃくちゃ気に入っていて、過去ですね、3本ぐらい同じものをリピートしています。もうノースフェイスのロゴもですね、洗濯しすぎてちょっと薄くなっているぐらい気に入ってるんですね。もうめちゃくちゃ軽いし動きやすいんですね。僕はこれはもともとランニング用に買ったんですが、あまりに心地がいいので、もう5月から9月ぐらいはですね、部屋着としてこれを常に履いていますね。まあ、丈もですね、先ほどのパンツよりもさらに短くなっていて、女性受けは微妙なのかもしれないですが、めちゃくちゃ楽なんですね。部屋着でも使えるし、ワンマイルウェアとしても使えるし、スポーツもできてしまうので、こういった楽なショートパンツというものも1本持っておくと便利かなと思っています。はい、続いてはですね、僕が実際にショートパンツを合わせたコーディネートをご紹介したいと思うんですが、その前にもう1点だけすごく重要なことをお伝えしたいなと思っています。ショートパンツを履くときには必ずすね毛を整えるようにしていただきたいなと思っています。ただでさえショートパンツというのは子供っぽくてカジュアル感が強いアイテムなので、そこにですね、もしゃもしゃに生えたすね毛が露出すると、さらにですね、清潔感みたいなものが損なわれてしまうんですね。ですので、短パンを履くイコールすね毛を整える、これはセットだと覚えておいてください。こちらのすね毛のケアに関しては別の動画を用意していますので、こちらを参考にしていただきたいなと思っています。はい、続いて具体的なコーディネートをご紹介したいなと思うんですが、まず1枚目の写真なんですが、コーディネートはユニクロのブラックのオープンカラーシャツ、その下にですね、白の無地 T シャツを合わせています。で、ボトムスは先ほどご紹介したグラミチのブラックショートパンツを合わせています。こちらのコーディネートのポイントなんですが、ショートパンツというのはカジュアルすぎるのが一つのデメリットですので、そのカジュアル感を少しでも綺麗めに見せるために、あえて上半身にはシャツを着ているわけですね。シャツの襟がついているだけで少し
きれいめに見えますので、カジュアルときれいめのバランスが取りやすいんですね。まあ、できれば半袖の T シャツと短パンというのが最強に涼しいんですが、それだとですね、正直似合う人と似合わない人が大きく分かれるんですね。ですので大人の男性であれば、できれば短パンには襟付きのシャツを合わせた方が良いかなと思っています。そこで鉄板なのがオープンカラーシャツなんですね。このアイテムというのはここ数年のトレンドアイテムなので、旬な雰囲気が出しやすいのと、半袖になっているのでとにかく涼しいんですね。以前であったら長袖のリネンシャツを腕まくりをするというのが定番的だったんですが、これはこれでいいと思うんですが、より半袖の方が涼しいので、僕はですね、オープンカラーシャツとショートパンツの組み合わせは僕自身大好きなんですね。この組み合わせは多くの男性にですね、おすすめしやすいかなと思いますので、ぜひそのまま真似をしていただきたいなと思っています。全身が割と濃い色でまとまってるんですが、ショートパンツって足が露出するじゃないですか。その点ですね、ブラックの面積がロングパンツに比べると少し抑えられるので、そこまで重たくならないんですね。そして襟元からですね、白の T シャツが覗くことで少し清涼感が増すので、暑苦しくはなりすぎないかなと思っています。ショートパンツを合わせるときには、上半身にはやや綺麗めの要素を取り入れる、これはぜひ覚えていただきたいなと思っています。はい、続いて2枚目の写真に移りたいと思うんですが、こちらはですね、先ほどのコーディネートのブラックのショートパンツをカーキのショートパンツに変えただけなんですね。全然雰囲気が違うかなと思っています。全身を暗いトーンで収めるというのもシャープに見えてかっこいいかなと思うんですが、それだとちょっと退屈だなと感じる方は、パンツの色をカーキに変えてみるだけで全然雰囲気が変わるかなと思っています。カーキというのは単体で見ると少しやぼったく見えるんですね。このやぼったさというのを中和してくれるのがブラックという色なんですね。ブラックとカーキの合わせというのはもう鉄板なので、皆さんもぜひ試していただきたいなと思っています。去年までは結構ですね、1枚目のコーディネートを僕はメインで行っていたんですが、最近はですね、この2枚目、ブラックのオープンカラーシャツとカーキのショートパンツという組み合わせを結構僕自身も楽しんでいます。よかったらトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いて3つ目のコーディネートなんですが、こちらはですね、一見すると T シャツに見えるかなと思うんですが、実はですね、これ半袖のニットになっているんですね。T シャツ1枚だとどうしてもですね、透け感もありますし、ちょっとカジュアルになりすぎるなと感じる方はですね、ぜひ半袖のニットというものをトライしていただきたいなと思っています。まあ、ニットといってもですね、すごく薄くて洗濯なんかもしやすいものが今たくさん出ていますので、こういったものをですね、ショートパンツと合わせていただくと、カジュアルすぎない着こなしが実現できるかなと思っています。白だけではなくて、ブラック系の半袖ニットなんかも非常に使いやすいかなと思いますので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。まあ、僕はですね、割とタイトなシルエットの半袖ニットを着ていますが、ワンサイズ上げてややゆったりでも良かったかなというふうには思っています。皆さんもですね、実際に試着をしながら、オーソドックスに定番的なサイズ感を選ぶのか、もしくはもう少し今っぽさを強調したいのであれば、あえてワンサイズ上を選んでみるというのも良いかなと思っています。はい、ということで今回は短パンの使い方ということで、様々なコーディネートをお見せしながら、いくつかポイントを解説をしてみました。もう単体で見るとすごくカジュアルに見えるアイテムですが、コーディネート次第で見え方は大きく変わるかなと思っています。あとは慣れの問題が大きいかなと思います。最初はですね、違和感を覚えることも多いかなと思いますので、まずは室内で着てみる、その次にワンマイルウェアとして短パンを使ってみる、このように少しずつですね、気持ちを慣らしていくと、短パンというアイテムが使いやすくなるかなと思っています。慣れてしまえばですね、これほど役立つアイテムはないかなと思うんですね。短パンというアイテムのデメリットというものをコーディネートで解決すれば、僕たち30代40代でも意外と使いやすいので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。